今日は、うん、じゃじゃじゃんじゃじゃじゃん、愛子さんの鉢です。中の細胞までも壊しちゃってる場合は戻りません、うん、そういう場合はもう中心の、うん、こんにちは。はい、こんにちは。トロピカルガーデンです。はい、はい、昨日たくさんのご購入ありがとうございました。ありがとうございます。もう本当にびっくりするぐらい、皆さんにね、ご購入いただいて感謝です。ありがとうございます。またすぐだった。うん、うん、まだね、いっぱい在庫いっぱいあるものなので、こちらさんの方はもう、少量の在庫だったのでおしまいです、はい、あ、こっちのやつね。そう、それそれ、もう一回見せて、可愛いからあれです。すごいね、かわいいよね、うん、かわいい。結構2色買っていただいてる方がほとんどで、うんうん、なんか、うん、昨日もなんかこう写真をイメージしたって言ったんだけど、うん、なんか光をうまく使って撮影するとすごく綺麗、映えそうな、うん、昨日写真撮影しててすっごい綺麗にこう撮れる、うん、写真映えする結構、そうだね、映えする見た目と色なんだろうね、うん、ね、どっちの色もいいなっていう、紅葉したらなんかその緑の方のが映えそうだし、うん、この時期は青い方もいいしみたいな、どっちでもまあ綺麗だよね、うん、おすすめです、はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、今日は、うん、じゃじゃじゃんじゃじゃじゃん、愛子さんの鉢です。おー、いいね、なんか爽やかな色だね、これ白って。そうね、これね、インスタ見た時に、うん、もう愛子さんの鉢、愛子さんのインスタを見た時にすぐコメントしようって、うん、待ってますって、うん、あ、そうだ、この間ライブの時言ったよね、うん、そう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 、うん、これです。うん、なんかもうパイナップルって言ったら、うん、もうトロピカルな感じだから、うん、そうだね、もうこれトロピカルガーデンでぜひ販売させていただきたいなっていう感じで、うん、ね、今回なんかなんだろうな、ちょっといいよね、このパイナップルの感じが、うん、みんなね、色味がこう違うんだよね、鉢のカラーによってね、うん、で、ブルー、グリーン、これは 2.5 ね、パイナップル色が違うからね、みんなね、あと、ブラック、ちょっとブラックもかっこいいなと思って、紫は紫で可愛い、うん、もうグリーンはもう絶対なんか自分で欲しいなっていうぐらい、あとね、ちょっとね、シックな感じの大人っぽいグリーンもあります、うん、ね、それから大人っぽい、あ、これブルーは一緒だね。で、パイナップルのそうだ、色がちょっと違うんだね、うん、ブルーでもピンクっぽいパイナップルと黄色っぽいパイナップル、大人っぽいブルー、これ大人ブルーだね、大人ブルーだね。あ、オレンジもある、ほら、オレンジ、うん、黄色、うん、あとは白、白も、うん、赤タイプと青タイプ、うん、マチの色が違うんだね。そう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 、このデニムっぽいところのステッチが違います、色がね、うん、文字とね、うん、パイナップルの色味も若干違います、はい、青系と赤系、はい、それからちょっと大人っぽいブラウン、うん、オレンジはさっき見せたよね、うん、大人っぽいブラウンに、あとね、今回サイズも、今見せたのは 2.5 号です、うん、これは 3.5 号かな、うん、3.5 か、ね、3.5 だよね、これね、うん、だよね、うん、はい、3.5 で、これが5号かな、5号サイズ、5号サイズはブルー、ホワイト、ブラック、うん、イエローかとね、うん、5号だよね、ね、で、これが 4.5 号か、うん、サイズがいろいろあります、はい、で、写真で撮影してサイズと色で出しておきますので、うん、そこでお好みのを選んでください、はい、4.5 は黄色もある、うん、あ、ちょっと待って、それは同じ色？これはちょっとまた違うよね、色がね、ほら、ちょっと違う、うん、薄い、うん、淡い方の水色とちょっと濃い方の青、うん、ね、ちょっともうカラフルすぎて全色欲しい欲しすぎて商品説明する前にジロジロ見ちゃってさ、うん、可愛すぎて、
ですね、うん、なのでこれは今日の21時に掲載いたします。で、はい、前回と同じように、うん、苗あのポットに対して苗を1枚必ずいらあの一緒にご購入をお願いします、はい、で前回それで皆さんに分散してねご購入いただけたので、うん、そんな感じで皆さんの手に渡れるようにね分散して購入させ、うん、あの購入いただきたいので必ずポットに対して、うん、一注文に対してでもいいか、うん、ね、一注文に対して必ず一苗とか一セットとか、うん、あの普通の多肉植物の方をカートに入れてご購入をお願いします。はい、はい、あの競争みたいな感じで買っちゃうとやっぱりあのなかなかね注文できない人もいらっしゃいますので、うん、みんなで分け合いで買えるようにお願いします。はい、はい、で大丈夫だね、うん、はい、そんな感じで21時に更新します。はい、で必ず一注文に対して一多肉ね、うん、一セット一多肉大丈夫だよね説明おかしくないよ ね、うん、ね、お願いします。はい、ちょっと一つだけ皆さんにちょっと質問が逆に質問があるんだけど、うん、セット品とかやっぱり数量が少ないもの、うん、どうやって購入してくれてるんかなと思って自分はそういうなんて言うんだろう限定数量限定の商品とか買えたことないんだよね。買えないよね。そう、あの、うん、他のショップとかでも、うん、ネットショップで買うときに買えたことが一度もないんです、うん、どんな技を使って買ってくれてるんかなって、うん、そう買えてる人ってどうやって買えてるんだろうね。すごいね。何かこうあるんかな、うん、こういう技みたいなのがすごいなと思って教えても、ま、ずちょっと内緒で教えてください。まず神棚に手を合わせてあ、そういうんじゃないかであと手の汗をしっかり拭いてしっかり拭いてでもね、事前にトロピカルガーデンでは、うん、あの販売期間前でも公開をさせていただいて、うん、今のやり方だと先にお気に入りに登録してもらって、うん、で販売時間になったらそのお気に入りのところからすぐカートに入れて決済をさせていただければ買えるんだけどやっぱり数量が少ないとね殺到しちゃって買えなかったりするんだよ ね、うん、ねカートに入ってたのにとかよく言うもんね。だからすごい運なのかなとは、うん、ねきっとね今回は愛子さんの鉢たくさんありますので、うん、はい、ゆっくりご覧になってあの事前公開もしておきますので見ておいてもらって欲しいのは先にお気に入りに登録しておいてください。で購入時間に21時ぴったりになったらあのカートに入れてもらって購入いただければ大丈夫です、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと今日質問に答える、うん、その前になんか2代目がね、うん、ここで増殖作業してるの植え付けしてるのなんかめっちゃ可愛い苗があるからそうなんだよね。今これ結構激レア苗が、うん、トロピカルガーデンハウスの中たくさんあるから、うん、その激レア苗を秋に向けてね、うん、どんどんデカ苗で販売できるように仕上げたく、もう随分長いこと葉出しからのスタートで育った苗です。うん、でかいもんね。そう本当にこれはね、うん、結構レアなものあるよね。そうだね。それを今トレーから鉢上げして、うん、558から758とかでかいサイズで仕上げて皆さんに販売させていただきたいなと思ってます。はい、じゃあ交互期待。はい、はい、じゃあさ質問さ、うん、俺さ、うん、公式 LINE の方ね、うん、なんかさ既読になっちゃって誰が見たか分かんなくなっちゃって困るからあんまり見てないんさ。そうそうそう、うん、だけどなんか2代目が俺のとこに前送ってくれたのがあって、うん、それもちょっと読んじゃっていい？うんうん、お願いします。はい、こんばんは。公式 LINE スタートおめでとうございます。とても助かり嬉しいです。 YouTube も楽しく拝見させていただいております。今年の暑さは本当に応えますのでハウスの皆様の体調が心配になります。無理をなさらずにご自愛くださいね。ありがとうございます。はい、で早速質問させていただきます。初めての夏越しとても苦戦していまして遮光も遅くかなり早けさせてしまいました。これ読んでないよね。読んでない、うん、また水揚げのタイミングや量が難しく水が少なかったのか多肉たちがふやふやになってしまいました。早けもひどくふやふやの多肉さんたちのケアはどのようにすればよいでしょうか。まあ、これ読んだね。うん、でもまあおさらいで、うん、はい、あの水やりを忙しいと思いますがお手すきの際に教えていただけると助かります。よろしくお願いします。このふやふやっていうのはちょっと覚えてる、うん、ね、うん、この時期でもよくあることです、うんうん、ちょっと何か多肉ないか、いや、それちょっと
例えば、うん、もう水やりをしなすぎると外側の葉っぱがしなしなですごい柔らかくなっちゃうんだよね、うん、でしなしなで柔らかくなってなおかつシワシワになって、うん、で細胞がちゃんとカラカラになって生きてれば戻るんだけど、うん、それが熱に当たって細胞を壊しちゃってダメにすることがあるんだよね、うん、そうするとシワシワの葉っぱって戻りません、うん、例えるんだったら電子レンジでちょっと加熱しちゃった、うん、しなしなになっちゃった葉っぱをそのまま置いといても戻らないのと一緒で、うん、中の細胞までも壊しちゃってる場合は戻りません、うん、そういう場合はもう中心の部分をしっかり育ててあげればいいので、うん、その部分枯れて落ちるまでそのままにして置いてあげてください、うん、外葉だけを見てシワシワが取れないと思って判断して結構水やりをしちゃうと、うん、今度水やりのしすぎて根腐れしてしまいます、うん、なので外葉だけをチェックするんじゃなくて必ず芯の部分チェックしてあげてください、はい、水やりしてもどうしてもシワが治らないっていうのは2週間しても治んないっていうのは芯を見てもし芯が生き生きしてればちゃんと水吸えてるので大丈夫です、うん、外側だけで判断しないように注意してください。はいはい、はい、次ね、はい、はい、こんばんは、よろしくお願いいたします、はい、何日か前の YouTube の方に質問させていただいたのですが、じゃあこれも答えてるのかな、一応こちらにも書かせていただきますね、はい、購入させていただいたエケベリアに小さな小株がついていましたが、はい、植え付け方を教えてください。小株もまっすぐ植えて大丈夫でしょうか、それとも小株も見えるように斜めに植える方が良いのでしょうか、教えていただけると嬉しいです。周りに全体に小株がついてる、どうだろうな、親株もまっすぐ、ね、多分写真撮ってる方だと見させていただいたんですけど、うん、真ん中に親がピューンって出てて、うん、周りからレモンローズ錦みたいな状態、うん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 、あんな状態で、植え付けられてました、うん、で、お盆過ぎてから8月の終わりぐらいになってからでいいので、うん、親株の部分まず1回カットしてあげてください、はい、仕立て直すっていう名目でねカットしてあげて、うん、それ乾いたら植え付けてあげる、うん、で、まあ、あと土台の部分、土台の部分も子供が5、6個出てたから結構わさわさ出てたので、その土台の部分の子供もちょっと若干幹が伸びていたので8月終わりぐらいになったら全部取らないで子どものうちの3分の1もしくは半分ぐらいの量を取ってあげて植え付けてあげてください、はい、で全部取らない理由としてはやっぱり全部取っちゃうと成長点が一気になくなっちゃうと、うん、芽が出てこなくなっちゃう場合もあるので、うん、次の芽が出てくるまで実験として3つから4つぐらいつけておいてあげると安全です、より安全です、うん、全部取っちゃっても出てくるんだけど、まあまあね、うん、結構暑かったりしてなかなか出てこなくてその後にこう下の土台がダメになっちゃうこともあるので、まだそこから先の9月の、ね、予報がはっきりわからないから安全のために3個ぐらいはつけておいてあげてください、はいはい、で新しい芽が出てきたらその子株も整えるために切っちゃって大丈夫です、はい、はいはい、じゃあ次いいですか、はい、こんにちは、毎日暑くて多肉もバテ気味かも、そんな中本日は夕方から寄せ植えをしようかなと思っています、うん、はい、そんな中ですが教えていただきたいことがあります。1ヶ月ぐらい前にマルシェでどうしても気になって仕方がなかった大きな多肉ちゃんの寄せ植えをお迎えしました、うん、ですがここまで育った花芽をどうしたらいいのか一か気になっています。カットするにしても葉差しをするにしてもこの時期は避けた方がいいのか教えていただけますと幸いです。写真を添付させていただきます。六王鉢だと思います。お忙しいと思いますがお時間のある時にでもよろしくお願いいたします。はい、花芽だよね、うん、花芽だとしたら花芽はいつカットしても大丈夫です。はい、はい、カットして根元からカットするんじゃなくて手でつまめるぐらいの分を残してカットしてあげてください、はい、でもし花芽の茎に葉っぱがもしついてるとすればその葉っぱを取ってあげて葉差しにしてあげてください、はいはい、でだんだんカリカリになってくるからカラカラの藁みたいになってくるので、そしたらスポンって本体から抜いてあげてください、はいはい、花芽はいつ切っても大丈夫です、はいはい、じゃあ次さ、これさ、うん、YouTube のコメント欄の方に質問があったんだけど、はい、いい下読みしてないけど、うん、このフォトフレームめっちゃ可愛いです、うん、今日もパパさんママさん暑い中お疲れ様でした、はい、質問があります。お手すきの時で構わないのですが、1、多肉の根っこの色が白色とピンク色がありますがこれは個体差なんでしょうか。これよく答えてるね、
でどうする、そこからじゃあ一つずつ答えていく、うん、まず多肉のピンク色と白いの、うん、自分で育てている中で、うん、空中発根している下苗で空気に光に触れた苗っていうのはピンクの根になります、うん、でそのピンクの苗根っこのものを土に植えるとちゃんと白い根っこになります、うん、あとこの間ハガニさんに教わったのが、うん、色素の濃いものアントシアニンが濃いものはちゃんとやっぱり紫の根っこが出ます、うん、例えばブラッドマリアとかそういう系って、うん赤黒い根っこ、うんうん、あのピンクの根っことはまた別の赤黒い根っこが出ます、うん、そういうものは土の中に入っても若干やっぱり色素が残ります、うんうん、はい。そうだね、だからあれだよね、土に入れないで、うん、空中で発根すると結構色がつくって、うん、そう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 、で、あとは色素の強いものはそういう、うん、その色素に準じた色になるっていうことだね。だから用土を使わないで、うん、例えばこういう空の容器にきっちり光が当たらないような環境で根っこを入れ、根っこっていうか発根させた場合はピンクの根っこがなかなか出ない、うん、ちょっとでも光が入ってたりして、うん、そこにこう苗を置いて根っこを出させるとピンクの根っこになります、うん、それがもっと光に当てて根っこを出させるとかなり濃いピンクの根っこになります。ただ根っこには何も変わりがないので、うん、同じ根っこなので用土に植えれば同じ根っこになります。はいはい、はい、じゃあ次ね、はい、2番、土なんですがどのくらいを処分してどのくらい再利用されているのでしょうか。トロピカルガーデンは全処分してます、うん、使った用土はもう使いません、うん、なんでかっていうとやっぱりちょっとした菌とかが他のねこんだけ大量にあるから一斉に他の苗に移っちゃうのは一番困るので、うん、使った用土はもう惜しみなく捨てちゃってます。で畑に返してます、うんうん、畑に撒いちゃってます。処分に困ったりするんだよね、うん、再利用させるための用土とかも売ってるからそういうの使ってもいいかなと思うけど、うん、自分は自分の苗でもちょっとそれ嫌なので言いません、うんはい、あ、そうだ、ちょっとねこれもう2番で終わりだったんだけど、うん、その後一応土の処分って難しく皆様どうされてるのかなと思いましてっていう、うん、今続いてたんだけど、そうだよね、うん、うちなんかはね畑があるから畑に負けるからいいけど、うん、どうするんだろうね。そうだね、うん、もう田舎だからそんなこと考えたことは庭に撒いちゃったりとかそうだね、マンションとかでやってる人はそうだよね、何か処分の方法があるのかな、その地域によって違うだろうけどね、うん、ゴミのね、うん、受け入れ方とかもまた違うだろうしね、うん、そうだよね、それってすごく困るよね、ちょっと調べてみます、うん、なんかもし、うん、皆さんも いい方法があったらコメント欄で書いてもらえれば、うん、田舎だとそのね、庭とかにポンって捨てられるからはい、はい、じゃあ次さ、はい、これも何度かね質問を受けてると思うんだけど、毎日楽しみにしています、白い靴の上に見える大きい子の名前を教えてください、毎日気になっていますって。多分その仕掛けじゃないか、そこのフォトフレームの前にこれ、うん、それああこれね、これは星影さんです、うん、前にね母の日のセットに入れさせていただいたのかな、うんね、はい、前です、はいはい、じゃあ次ね、はい、いきます、はいはい、LINE 解説おめでとうございます、いつも YouTube 拝見させていただき、はい、日々勉強しております、楽天のお問い合わせでもお問い合わせさせていただきます、一度お問い合わせさせていただいたチャーミングストーンですが、うん、その後も発根せず黒くなってしまい茎が傷んでいるようです、発根してから植えるという方とそのまま植えて水を少し与えてから蒸らした方がいいという方もいて、どうしたらよいか分かりません。なんとか復活させたいのですが、良い方法があったら教えていただきたく LINE しました。お忙しいと思いますが、お時間あると聞いて大丈夫です。よろしくお願いいたします。写真送ります。はい。はい、で幹見た感じ、うん、その幹悪くなかったんだよ ね、うん、そうですね、なのでこれね、うん、発根させる環境によって、うん、発根の仕方っていろいろ様々で合う合わないはあると思います。例えば乾燥が強い、うん、環境でね発根させる場合はやっぱり若干湿度を持たせた状態で発根させるのが最適なのかなと思います、うん、逆に湿度が高いような場所でね発根させる場合はそんなに湿度は必要ないと思います。ちょっと一個見せたいものがあるから向こう行っていい、うん、ちょうどチャーミングストーン、はい、でちなみにこれチャーミング、あ、これチャーミングブルーか、チャーミングブルー違ったか、うん、でもちょっと面白いもの見せたい、発根のことでね、はい、行くよ、うん、これ川野さんに作ってもらった列車、うん、これ今ですね、うん、じゃーん、わーすごい、型にこれ土入れてないんだよね、土入れてない、土入れてなくてとりあえず発根させるためにポンって置いといた、うん、そしたらこれ
しかも型ができなくなっちゃってるよね。そう、丸い型になっちゃったもん、根っこの、うん、で、こういう風に環境に合わせてあげると木って別にそんなに湿度が高いわけじゃないし、うん、なんだけどハウスの中だからやっぱり外気と同じような感じで湿度はすごく高いです、うん、ただね、お日様が当たるから乾燥もするんだけど、うん、そんな状態でこういう風に発根します、はい、やっぱりこれ外葉がね、発根までにこんなに枯れ込んじゃってるけど、うん、忘れた頃に発根してくれます、うん、そうだね、うん、で、暑い時期じゃなければビニールポット発根が一番自分の中でおすすめなんだけど、うん、今の時期暑くて蒸れるので、うん、これ例えば黒のビニールポットに、うん、秋冬だったらねこうやって入れてあげて、うん、土とか入れないでね、そう、土とかを入れないで、うん、この状態で秋冬だといつも入れてあげてくださいって言ってるの、こういう風にね、うん、で、これ密着、密閉させるような感じで、そうすると程よい加湿と程よい暖かい温度になるのよね、うん、でこれが黒いポットだとあのお日様の光で熱を貯めてくれて、うん、根のこの下の部分が温まるんだよね、うん、その状態で発根がしやすくなります。これはでも冬です、うん、夏これをビニールポットの黒でやったら腐ってしまいます。蒸れちゃう、ね、なのでなるべく夏はこの幹の根元の部分、ここの部分が隠れるぐらい、例えば空き瓶とかでもいいし、うん、ビールの瓶みたいなのでもいいんだけど、そういうところにポンってのせておいてあげると、うん、別に下にね水分がなかったとしてもそこだけでもこう夏で湿度があるから蒸れます、うん、でその状態で発根させてあげるとさっきのこれと同じような状態、うん、こんな感じで発根をしてくれます、はい、ね、なので今ちょっと時期が高温だとやっぱり発根しづらい品種っていうのもあるので、うん、そういうものを無理に発根させようとしないで置いておいてあげるとちゃんと発根します。例えばその切り口が腐っていたりとか、うん、黒くね腐った色が変色してたりするともう腐ってるのでなかなか発根しないので、そういう黒い部分はきれいに取り除いてあげます、はい、それから乾燥させてこういうふうに置いてあげるとすぐ発根します、はい、大丈夫です、はい、あとね目安としてはお盆過ぎっていつも言ってるけど、お盆過ぎる頃に朝晩の気温がぐっと下がってくるから、うん、その頃になるとやっぱり目が覚めてきてくれて、うん、発根してくれるんだよね。なのでゆっくり見守ってあげてください、はい、ちゃんと発根するので。どうした、なかった、うん、したなんかさ、こうやってカメラを覗いてさ、うん、見ると奥行きが綺麗だなと思っていっぱい並んでてね、すごい今苗がいっぱいあるの、うん、時期紹介しますが、うん、本当にもう今回ありえないぐらいどんどん到着してるので、うん、後で紹介します、はい、今日はひとまず愛子さんのね、こちら見てみて、あ、カンテも綺麗だ、すごい綺麗、うん、ね、花芽もこういうさっき言った花芽の葉っぱ、うん、これは葉刺しに使えるので、もしくは花芽の茎刺し、花芽茎刺しにできるので、うん、捨てちゃわないで取っといてあげると使えます、はい、超綺麗何日か前にお水あげたの、うん、昨日一昨日か、もう葉っぱがパリッとしてて前みたいにふにゃふにゃしてないから、はい、これはアイオニオン、深いね、これ日が当たりすぎてちょっとなんかシミになっちゃった、かわいそうに、じゃあちょっとね、はい、次質問いきます、うん、通所では育った苗が蒸れて3分の 1, 程、うん、あ1ほど点滅してしまいました。家で育てているトロピカル苗はスパルタ育成でそのまま地植えと鉢植え外管理なのですが全然大丈夫です。通所では梅雨の間花壇から屋内通所のベランダと大移動させてとても過保護にしています笑い今回はダメになってしまったところに今回購入の苗を入れていこうと思いますが、土は蒸れた苗があった鉢だと菌とかの感染しますか。半分くらい取り替えればそのままでも大丈夫でしょうか。どのように対処したらよいか教えてください。よろしくお願いします。苗が届いたら業者様と植え替えして楽しみたいと思います、うん、はい、そのもうダメになっちゃった部分の隙間に植えるっていうことかな、うん、もし心配だったらとりあえず殺菌剤散布してあげて、うん、結構ね熱で死んじゃってたりするんだよね菌も、うん、それがどこの環境にあった花壇のやつかな、それとも室内に移動したベランダに移動したやつかな、うん、もし、うん、1本も生えてない鉢だとしたら入れ替えた方がいいんだけど、ところどころ部分部分抜けてるぐらいだったらその辺周辺の土をちょっと掘ってあげて濃度を足してあげるみたいな感じにしてあげてもいいと思います。ベニカスプレー散布してね、はい、夏とかってさ環境がバッて変わると暑いからと思って例えばずっとこの外にあったものを、うん、
早消しちゃう早消しちゃうと思って中に移動したら途端に急にダメになっちゃったりもするんだよね。うん、だから急に環境を変えないで、やっぱり日差しの環境と一緒で徐々に徐々に移動していってあげるのは本当はね一番いいんだけど、うん、なかなか難しいと思うので、環境を変えた場合は必ずちょっとそのもともとあった環境に似た環境に近づけてあげながら変えていってあげるといいと思います、うん、遮光の加減とか、あと元々屋外にいたものって風通しがかなりいい状態だったのに、例えばねベランダに移動したことによって、うん、壁がでこう囲まれてたり、いろんなところがこう塀で囲まれてたりして風通しが人間が思ってる以上にすごく悪くなるんだよね、うん、でベランダとかって特にこの辺まで高さあるでしょきっと、うん、そうすると人間は顔が出てるから風が通るんだけど、うん、そこ下しゃがんでみると分かると思うんだけどすごい暑さです、うん、そうするとやっぱり植物もかなり暑いと思うんだよね、うん、人間の大人と子供でこう感覚が違うのと一緒で、暑さの感覚、植物と人間も高さって全然違うと思います、うん、だからね、そういう環境をちょっと見てあげて、自分でその植物と同じ目線に立ってって言ったら変だけど位置に立ってみてどれぐらい違うかっていうのをちょっと感じてみるといいと思います、はい、そしたらそこにサーキュレーター置いてあげるとか、遮光も少し強くしてあげようっていうのが自分の感覚でわかると思うので、植物と同じ場所にちょっと行ってみて違いがどれぐらいあるかっていうのが分かれば一番育てやすいと思います、うん、よくさ、その植物に合った育て方って原種のエケベリアとかさ、原種のものだとその環境を真似して作れば育つんだよね、うん、けどもこう交配してあるものとか、あと例えばじゃあホームセンターで買ったものとかってホームセンターの環境に馴染んで自分家に来るわけだから、うん、ホームセンターでも屋外で江南さんみたいなね、屋外みたいな環境で販売されてるものだったら結構大丈夫なんだけど、室内のこう光が通さないところに置いてある肉植物とかを買ってきてそのままベランダとかに遮光してあっても置いたりしても葉焼けとかすぐしちゃうんだよね。すぐしちゃうね。だから環境を、その買った環境に馴染ませながらだんだん自分の環境に変えていくっていうのってすごく大事です、うん、トロピカルガーデンは結構もうね、野生みたいな環境で育ててます、うん、でも遮光はしっかりしてるけど、うん、水もザブザブあげて根が生きてるような状態で発想させていただいてるので、うん、普通にこういう抜き苗の単品苗とかもそうなんだけど、もうこの時期は全部鉢にあげて、で鉢の中で根を出させた状態でお客様に発想させていただいてます。鉢の用土と鉢がつかないにしても根がついてて、用土がちょっとついたような状態で発送させていただいてます。それなのですぐ植え付けて水やりもしてあげても大丈夫なような状態で発送させてもらってるので、ね、単品のね、普通に通常で販売してる苗、ね、だから、ね、なるべくその前の環境に合わせて育ててあげるのがダメにならないコツなのかなって思います。はい、はい、大丈夫かな。どうした、うん、暑くて怒ってる。そんなことね、後ろから涼しい風が来て前から暑くて、前から威圧的な風が来るそうだね。そんな感じで今日、うん、愛子さんの鉢は21時に更新します、はい、で昨日のフォトフレームっていう風にご紹介させていただいたブリキ製の鉢もまだまだたくさん在庫ございますので、たくさん販売させてください、はいはい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はいはい、じゃあそんな感じで、はいはい、よろしければ、はい、チャンネル登録と高評価ボタン、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。